おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんこんにちは、滝沢でございます。ちょっとね、おなじみになってきて、もう皆様そんなに驚かないと思うんですけれども、自分でご飯の動画更新でございます。本日は、ハンバーグを皆様と一緒に作っていこうかなと思います。ハンバーグでございます。ハンバーグ、まあ、みんな大好きハンバーグでございますけれども、まあ、そんな、ね、特別な秘密があるわけではないので、まあ、ハンバーグ作ったことがない方に向けて、あ、ハンバーグってこんな感じで作るのかみたいなことをですね、ちょっとこう、ね、雑談というか、豆知識とかも加えながらお話しさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませということです。はい、では、材料の確認からいきましょう。材料の確認。まず、ひき肉。ババン！見て、これ、すごくない？ 350 円。まあ、98円のね、350円なんですけど、半額なんですよ、これ。超安いと思って、さっきすっげえ買ってきたんですけども、その中の一つのパックでございます。すっげえ安いですね、マジで。これ見た瞬間に、あ、もう今日ハンバーグの動画作ろうと、もう決意しました。で、このひき肉と玉ねぎです。で、あとパン粉。こんな感じですね。で、あと寒天、これなくてもいいです。もしあったらで OK です。もしあったら、寒天、そしてスパイス類、これもなくてもいいです。あったらちょっとおいしくなります。バジル、タイム、クローブ、あとナツメグ。今回はこの辺をね、ちょっとスパイスとして入れていこうかなと思います。なくても全然 OK なんですけども、入れるとなんかこう、急に、なんだろう、すごいこの本格的な味がするので、もしあったら、入れてみてもよいかと思います。で、あと卵と、これなくてもいいです。クリープです。クリープ。なんでクリープが必要になってくるのかはちょっと後々お話しさせていただきます。基本的に肉、玉ねぎ、卵、パン粉、この3つがあれば OK です。寒天、スパイス、クリープ、この辺は副材料というか、あった方があったら面白いねみたいな感じの、あれでございます。こんな感じです。では、ちょっと実際に作業を進めながらお話をさせていただきましょう。まずですね、玉ねぎをですね、みじん切りにしていきます。みじん切り。チャーハンの時にそのみじん切りの仕方、説明させていただいたので覚えているかもしれないんですけども、ちょっと改めてやってみましょうか。まず、この根っこの部分と上っちょの部分があるんですが、まず上っちょの部分と、あとこの根っこの部分をちょっとこう、ね、薄めに、この汚いところを切り落とすような感じで、ちっちゃめに、こんな感じで切ってあげます。こんな感じですね。で、この状態で寝かせてあげて半分に切ります。ほい。こんな感じ。で、ここから、この皮を、剥いていきます。玉ねぎの皮を、この渋皮、薄皮を剥いていきます。この茶色いところはね、見てわかると思うんですけどもね、あんまり美味しくなさそうじゃないですか。で、食べてもね、その食感があんまりよろしくないので、このところはきれいに、取りましょう。で、個体によっては、きれいにこの茶色いところだけプルンと剥ける玉ねぎもあるんですけど、ちょっとこれみたいにね、茶色いところがね、残っちゃうところもあるんですよ。こんな感じ。ここも見えるかな。ここまではね、ここからここまではきれいなんだけど、ここだけ薄くなっちゃってるって感じですかね。ちょっとこの茶色い片鱗が見えてしまってるじゃないですか。こういう時は、この手でちぎるような感じで、この茶色いところだけを、取ってあげましょう。こんな感じ。普通に手でこんな感じで剥けば、取れるので、まあ、完璧じゃなくていいです。ざっくり取ってあげましょう。この部分がね、その口の中に入ってこう噛んだりとかすると、なんかこう、紙を食べてるような、なんかすごい微妙な食感になってしまうので、あまり残さないように仕上げるといいかなという感じです。で、この状態について一回水洗いをします。で、玉ねぎを切ると、皆さんご存知だと思うんですけども、目にとっても染みます。なんだっけな、硫化アリルだっけかな、ちょっと物質の名前忘れちゃったんですけど、なんかこう、ね、繊維の中にその硫化アリル、カッコカリっていうものが入ってて、それがこう、ね、空気中にこうバーッと飛び散るわけなんですよ、切っていくと、繊維を壊すと。で、繊維を壊したときにその空気中に舞って、それが目に入るとすげえカリってことになるんですけども、言ってみれば、その硫化アリル その流出を防ぐことが大事になっていくわけです。ポイント1としては、よく切れる包丁で切るということ。よく切れる包丁。全然切れない包丁だと繊維をぶっ潰してしまうので、すごいこう空気中になってしまうわけなんですよ。なので、ポイント1としては、よく切れる包丁で作る。で、ポイント2としては、これ常温ですけども、冷蔵庫にしばらく入れて冷やすっていう手もあります。冷蔵庫に入れて冷やす。冷えた状態でその切っていくと、繊維質がすごい壊れにくくなるので、目に染みづらくなったりとかします。そんな方法もあるので、よかったら試してみていただければという感じです。で、3つ目としては、すごい究極の方法。
あの目をね、もうカバーしちゃう。水泳用のゴーグルとか、あと僕が、ね、前やってたのはそのバイクのフルフェイス。あの大量に玉ねぎ切るときはね、どう頑張っても絶対目に染みてしまうので、あの水泳のゴーグルとか、あとフルフェイスとかを、なんかこうかぶったりとかして調理しました。なんか普通にフルフェイスかぶってね、台所に立っていると超絶変質者って感じですけども、そんな対策もね、できたりとかするので、もしよかったら検討していただければと。まあ、簡単にできるのはね、冷蔵庫の中に入れておくってやつですね。冷蔵庫の中に入れておく。でもし皆さんが包丁を研げるようでしたならば、包丁研いで、よく切れる状態を保つと。そんな感じでその硫化アリルの噴出を防いでくださいませ。では、では切り方いってみましょうか。このヘタになっている部分、根っこの部分を上にして、まずこの横から包丁をブブブッと入れていって、くし形にします。あれだな、その包丁、よく切れる包丁を使うというのもありますけども、繊維を潰さないということも大事ですね。こう切るときに、そのまっすぐこの包丁を、このね、玉ねぎにこうズバンって入れちゃうと、その繊維が壊れちゃうんですよ。では、どうしたらいいかっていうと、こうね、引きながら切っていくんです。引きながら。これ別に玉ねぎに限らず、全部の食材で有効なんですけれども、このまままっすぐバンといくと、その、潰しちゃうんですよね、繊維を。そうするとこう、ね、その断面のところからうまみが溶け出しちゃったりとか、ね、しちゃう、食感が悪くなったりとかしちゃうんですけども、基本的にはその、ね、こう引きながら、押しながら行くときもありますけど、基本的に引きながら、引きましょう。あ、そうですね、押しながら、このくし切りのときは引きながらですね、このくし切り、こんな感じでくしになりました。で、ここから、この順番にこの刃を落としていくんですけど、このときは押しながら行きますね。この根幹に刃を滑らしながら。いくような感じです。このまま下に包丁を、ね、下ろして繊維をぶっ潰してしまうと硫化アリルがたくさん溶け出してしまうので目が痒くなってしまうと、そうならないように、切り方も工夫してみてくださいませ。ではでは、このまますぐこう玉ねぎを炒めていくのでちょっと横着します。本当はフライパン温まった状態でここに突っ込みたいんですけども、ちょっと面倒くさいんでそのまま一回突っ込みます。で、また同じようにもう1個の玉ねぎをやっていきましょう。今回この1パック、358g ひき肉が入ってるんですけども、これ丸々使っていきます。これね、そのまま作るとね、結構な量作れると思います。結構な量で、ハンバーグはあの種を作ったら、そのお肉の肉種ですねを作ったら、そのまま冷凍することができるので、まあ、もし作る機会があったらですね、ちょっとまとめてひき肉を買ってきて、300g、400g ぐらい買ってきて、で、玉ねぎ2個分ぐらいの、ね、容量で作って、あとでまとめて保存したりとかすると良いかなと思います。そうするとね、あの食べるとき解凍するだけで済むので、そんな保存食ってわけじゃないですけども、ね、先にこう仕込んで、小分け冷凍しておいて、で食べるときはね、解凍して焼くだけみたいな感じでやっていくと、すごく便利かなと思います。まあ、中にはマサルさんみたいにその冷凍庫がないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、冷凍庫は用意しましょうということです。冷凍庫用意。では、では切っていきましょう。まず、根っこを上にして、くし切りにしていきます。で、このとき包丁は引くように切ります。押しちゃうとね、その根っこの部分とかも切ってしまうので、基本的に引いて、くし切りに切っていきます。で、この球体に沿うようにして、できるだけこの包丁の角と合わせて、こっち側から入れて、こう入れて、こう入れて、こんな感じで。で、くし切りになったならば、うまい具合に奥に刃を落としていって、みじん切りの状態にします。こんな感じです。なんだっけかな、名前忘れてたな、硫化アリルだったっけかな。でもこういうときすげえ困りますよね。今すぐ調べれば別に済む話なんですけど、まあ、動画の撮影始めちゃってるから。今からその玉ねぎしみるとか硫化アリルとかなんか検索するのもなんか尺に触りますし、まあ、あと間違えてたら後で動画にテロップ入れますかね。硫化アリルなんだっけかな。ちょいちょいそういうね、単語忘れるんですよね。あんま使わないからさ。で、このままほんと玉ねぎ入れると、はい、包丁についたところも落として、で、まな板についたところも落として、包丁についたところを落とす、穴板についたところを落とす。こんな感じです。できた。で、この状態で、玉ねぎを炒めていきます。
玉ねぎを炒めない方法もあるんですけれども、まあ、基本的に炒めた方が美味しくなるかなと思うので、炒めてくださいませ。生でね、そのね、作っていって、ちょっとこうシャキシャキの状態を作るのも、それはそれで面白いかもしれないですけど、まあ、基本的には炒めた方が美味しいかなと思います。油を入れて、で全体的にこれがこのしんなりしてくるまで、炒めていきます。で、それに洗い物をしておきましょう。で、この玉ねぎを炒めている間に、肉ダネの準備をしていきます。まず、このひき肉をボウルの中にバーンと入れて、よくこねていきます。よくこねます。で、これよくこねるのはすごいこの理由がありまして、これひき肉ってさ、この今バラバラの状態なんですよ。まあ、そのね、牛さんと豚さんのね、お肉をこうね、わーっと集めて、こうね、ひき肉、ミンチ状にしているわけなんですけれども、むしろこうね、すごいバラバラの状態なわけなんです。バラバラ。で、そのね、繊維質にね、そのセルロースっていうのがありまして、セルロース。そのセルロースっていうのが、なんだろう。普通に塊のお肉だとさ、そのセルロースっていうその繊維質がさ、こうがっしり結びついてるからさ、普通に塊としてその存在するわけなんですけども、これその塊を粉々にしてるわけじゃないですか。なんで、そのセルロースがね、そのバラバラの状態なんですよ。バラバラの状態。で、バラバラの状態何が悪いかっていうと、そのまま焼くと肉汁が全部出ちゃうんです。なんで、イメージとしては、そのバラバラになっているセルロースを、ちょっとでもですね、このこねて、この少しでもこう、なんかこうくっつけてあげるって感じですかね。そのセルロースとセルロースをこのくっつけてあげることで、まあ、その肉汁が溶け出しにくくなって、その旨味がね、外に出ないように、してあげるというような、意味があります。そんな感じで、そのセルロースをくっつけるようなイメージでやってあげましょう。で、またこうポイントがいくつかあります。まずは、こねる前にちょっと塩を振っておくこと。塩を振った状態でこねると、セルロースがくっつきやすくなります。科学的にそういうのがあるんですけれども、塩を振った方が肉汁が溶け出しにくいってことですね、平たく言うと。で、ポイント2としては、この手の体温があるじゃないですか、手の体温。手の体温でこのわーっとこう握っていくと、その手の温かさで油が溶けてしまうんですよ。で、油が溶けてしまって何が起こるかっていうと、手に油がくっついちゃうんです。で、なんだかんだその油こそがその旨味の元だったりとかするんで、その旨味がその手にくっついちゃって、手洗ったら旨味が流れちゃうみたいな感じになってしまうんですよ。なので、理想としては、軍手とかをはめて、で、100円ショップとかに売ってるポリ手袋、なんかこう寝る前にこのクリームとかつけて寝るようなのかってポリ手袋あるじゃないですか、ビニール袋。軍手して、ポリ手袋をかぶせて、で、この辺を輪ゴムでくくって、その外れないようにして、で、その状態でこうワッシャワッシャしてあげると超ベストです。そうするとね、その体温もお肉の方に伝わらないですし、あとね、手も汚れなくて済むので、それがすごい一番ベストって感じですね。一番ベストです。でも今回、私、そのポリ手袋買ってくるの忘れたので、捨てていきます。こんだけ偉そうに語っといて、捨てていきます。こんだけ偉そうに語っといて、すいません。で、まあ、その前にね、ちょっとまあ腕をしっかり冷やして、結構今温まっちゃってますからね、ある程度この腕を冷やして、まあ、ちょっとでも、お肉にその旨味を残すように気をつけながら揉んでいきます。塩を振っていきます。で、こんな感じでそのぐるぐるっと握っていきます。で、握って、おやべ、落ちた。握ってるだけでもいいんですけれども、結構その握力がね、疲れてきてしまうので、そこのところで、ところどころでこのグーパンチしたりとかしてこうね、ひたすらこのこねるような感じですね。さっきも言いましたけども、セルロースとつなぎ止める感じです。今はこうバラバラって感じになっちゃってますけども、これをずっと握っていると、だん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 まとまりが出てきて、ひき肉同士がですね、この仲良くなっていくような感じですね。これをひたすら繰り返します。ふい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 。玉ねぎがいい感じで茶色くなってまいりました。この調子で炒め続けましょう。で、玉ねぎが、ね、ある程度、炒まってきたならば、玉ねぎの中の水分が飛んだ状態になるわけじゃないですか。玉ねぎの中の水分が飛んだ状態。もちろん玉ねぎはね、もともと水分たっぷり含んだお野菜なんですけれども、こんな感じでずっと火を落としていくと、水分が抜けてきます。で、その水分が抜けた状態で炒め続けるとどうなるかっていうと、焦げちゃうんですよ。焦げちゃう。なので、ある程度炒まってきたならば、その焦げを防止する意味でちょっとだけ水入れましょう。ちょっとだけ。そうすると、焦げが防げる。で、玉ねぎは火を通せば通すほど甘みが出るという性質を持っているので、ちょっと火を弱めたりとか、あと水を足したりとかしながら焦げつかないようにして、もう十分に加熱をしてあげます。そうすると、不思議と甘みが
してるけど、でこの玉ねぎの甘みとかがね、そのハンバーグの美味しさにつながったりとかするので、頑張って炒めて甘みを十分に引き出してあげましょう。こんな感じです。ほいほい。でそんなこと言いながらお肉をこねているとこんな感じです。どうでしょう。なんかさっきすごいボロボロだったんですけど、なんかそういろいろつながってる感じはしませんか。この引っ張ってみると、ちょっとこの糸を引くとまでは言わないけれども、ちょっとこのね離れないようにお肉が頑張ってくれてる感じで、ここからさらにこのガラガラとこねていくとまた良くなったりするんですけども、今回はちょっと面倒くさいんで、とりあえずこの辺で、はい、で玉ねぎが出来上がりました。でここからちょっと大きなお皿とかに取ってあげて、玉ねぎを冷やしてあげます。玉ねぎを冷やしてあげます。このあったかい状態でその、ね、ひき肉の方に突っ込むと、そのね、すごい酸っぱい成分が出ちゃうんですよ。めちゃめちゃ酸味が出ます。なんで必ず粗熱を取ると、絶対にこのまま突っ込まない。これの玉ねぎが熱い状態でね、そのお肉に突っ込んでしまうと火が通ってしまうっていうのもありますし、何よりもそのお肉がすごい変質しちゃうんですかね、なんかわかんないですけど、めちゃめちゃ酸っぱくなるんですよ。なんでちょっから面倒くさいんですが、玉ねぎを炒めたら、こんな感じでお皿に取ってあげて粗熱を取っていきます。時間があればね、そのまま放置して1時間2時間ぐらい放置して、しっかり粗熱を取ってからお肉の方についたいんですけども、入れたいんですけど、ちょっと今日は時間がないので横着してこのまま冷蔵庫に突っ込みます。じゃあちょっと玉ねぎが冷えるまでお肉をこねながら雑談をしましょうか。雑談さっきも言いましたけど、このセルロースっていうその繊維質をつなぎ止めるためにお肉を揉んでおります。で塩だけ振ってそのお肉を揉んでるんですけれども、ここからいろいろこの味付けをしていくわけなんですが、またこうね、気をつけなきゃいけないポイントとして、味付けをしたならば、そこからは混ぜすぎないっていうことが大事です。今お肉と塩の状態でこう混ぜてますけれども、この時はね、そのセルロースが仲良くつながりやすいんですよ。けどもここからそのパン粉を入れたり卵を入れたりとか、なんかこうスパイスを入れたりとかして副材料を入れた後だと、逆にこねすぎるとお肉が離れちゃうんですよね。せっかくこうね、セルロースが仲良くなってくれてるのに、こんな他のものを混ぜてこのガーッと混ぜたりとかすると、すごい逆にお肉がバラバラに仲悪くなってしまう、そんな感じになってしまうので、副材料を入れたならばこねすぎない、必要最低限で混ぜるっていうことを覚えておいていただけると良いかなと思います。ほら、どうですか。よくこねるとこんな感じですよ。もう最初のひき肉の状態とは全然様子が違いますよね。で、もちろんこうね、ちょっと触った感じもなんかお餅みたいな感じで、そのね、ブヨーンとした感じですし、まあ見た目も全然違うと思います。なんかちょっとこの糸引くような感じ、わかりますかね。どういうの映るかな。ちょっとこのちぎろうとするとなんかこう、繊維が残るというか、こんな感じ。これがまあとりあえず理想の状態です。で、ある程度こうまとまったならば、副材料を入れていきたいんですけれども、ここでまたこう手を洗ってね、こねたり、手を洗ってこねたりとかしてしまうとね、そのどんどんこの旨味成分が流れてしまうので、一回お肉を触り始めたら仕上げまで、他のものは触らないように、手を洗わないようにするというかなと思います。ではでは、入ります。副材料。まずナツメグ。まあ、ハンバーグのスパイスといえば、ナツメグですね。まあ、ナツメグだけはね、とりあえず買い揃えてもいいかなと思います。それなりによく使うんで。で、クローブ。お肉料理に必要なスパイスですね。これも入れるとですね、すごいこうね、香ばしい香りがするんですよ。で、その次、タイム。これは少々ホールのタイムなんで、こんな感じで、なんかそういう葉っぱみたいな感じになってるんですけども、こんなのをちょろっと入れます。やべ、手に靴下。やべ、手に靴下。ほらほら。で、その次、バジル。これはもう葉っぱですね。平たく。こんな、青のりみたいな感じ。まあ、これらをね、ちょっとずつ少々入れるこうと、それっぽい香りが出てきます。なんかそういうグッと本格的になるので、ぜひ試してみてくださいませ。スパイス、1個200円とかで、ね、その買えるからね、この機会にそのベーンと揃えてみてもいいと思うんですけれども、とりあえずこの中でいくとすると、ナツメグが一番おすすめ。全部揃えなくてもいいので、まずナツメグだけね、買ってみようかなっていう感じで揃えてみると良いかもしれません。ちょっとこうね、家の中にはこんな感じで、すごいスパイスがバーッとあると、なんかこう、すごい料理する人みたいな感じで、そういうニヤニヤできるじゃないですか。そんな感じでもおすすめです。
で、その次、寒天。もうちょっと寒天。あれ、ちょっと用意するの忘れてたな。本当はこれ、寒天はね、お水につけてなきゃいけないんですよ。ちょっと忘れてたな。どうしよう。切れるかな。切れた。この粉のままでも別にダメじゃないんですけれども、ある程度ね、そのお水につけた状態でね、そのふやかした状態で使いたいので、こんな感じでボウルに、小さなボウルに寒天を出し、の、これ 2g なんですけど、半分くらいかな。あ、1g。寒天 1g。こんな感じ。ちっちゃい粉があるのがわかるかと思います。この中にお水を入れます。で、ちょっと混ぜて。で、これでしばらく放置って感じですね。もし寒天がご自宅になければ入れなくても大丈夫です。寒天はないけど、ゼラチンはあるよという方、もしいらっしゃいましたら、ゼラチンでも代用ができます。これ、目的としては、うまみを、ね、お肉の中に閉じ込めておくためという感じです。まあ、そのいわゆるそのゼリーなわけですよ、ゼリー。このゼリーにそのお肉の肉汁とかを溶け出させて、吸わせて、そのできるだけそのお肉を。旨味をお肉の中に閉じ込めておくと。そんな感じの意味合いで入れます。入れなくても大丈夫です。で、その次、卵。これはまあ普通に卵です。入れちゃいましょう。ガッと。ほい。で、その次、パン粉。パン粉は、つなぎという言い方をするんですけれども、この高さ、硬さをね、調節するために入れます。あとでそのね、少し加減をするので入れなくてもいいんですけれども、まあちょっとざっくりこんな感じかなって、パラパラっと入れておきましょう。硬かったらそのお水を足して柔らかくして、柔らかかったらパン粉を入れて、硬くしてっていう感じでやっていきます。で、次、クリープ。なぜクリープが必要なのかと申しますと、牛乳の代わりでございます。牛乳の代わり。牛乳が、ね、ご自宅にある方は牛乳を入れれば OK です。まあ、50cc ぐらい入れれば OK かなって感じですね。50cc ぐらい。で、僕はその中に、ね、そもそも牛乳を飲むという文化は全くないんですよ。僕は牛乳全く飲まないんです。なので、その家に牛乳があることというのはそもそもないので、牛乳が欲しい料理のときにこういうクリープを使って代用することが多いです。もし皆さんが牛乳を飲む方でしたら牛乳でもいいんですけれども、もし牛乳を飲まないぜという方がいらっしゃいましたら、こんな感じでクリープで代用してみてくださいませ。そうすると、このハンバーグにまろやかさが加わります。で、ちょっとバーッと水を入れます。牛乳代わりなので。ペレッとね、ペレッとね。の。で、ここから、混ぜていきましょう。さっきも言いましたけども、副材料を入れたならば、あんまり混ぜすぎないようにすることが大事です。混ぜすぎない。かといって、混ぜなさすぎもよろしくないので、なんとなくざっくりとバーッと混ぜながら、様子を見ていきましょう。いい感じです、いい感じです。で、ちょっくらこれは柔らかすぎるので、パン粉を入れて固くしていきます。ちょっとこれだとまとまりがなさすぎじゃないですか。デロデロっつって。で、パン粉を入れて、つなぎって言い方をするんですけれども、まとまりを持たせてあげます。つなぎ。副材料入れた状態だとね、そのお肉同士がね、こう仲悪くなっちゃって、ちょっとこう、バラバラになろうとしてしまうんですけども、そういうのをね、このパン粉でね、ちょっと待ってくれっつって、とどめるわけですね。待ってくれっつ。うん。いいでしょ。で、こんな感じ。で、あとはその玉ねぎを入れなければいけないので、ちょっとこのまま、しばらく放置しておきます。冷蔵庫の中にもしこれが入るようだったならば、冷蔵庫の中に入れておいた方が、この形を作るときに成形がしやすくなるので、良いかと思いますが、ちょっとその辺は皆様の冷蔵庫の入り状況に合わせて調節していただければという感じです。僕はとりあえずこのまましばらく放置します。ちょっと後ほど。はい、それでは10分ほど経過いたしました。ずっとこのままですね、パソコンの前に座って去年の歌リストのワンマンライブの映像を確認しておりました。ずっとこのままでこう、あはははっつってパソコン見せたんですけども、だいぶ粗熱が取れてきたので、作業の方をまた続行したいと思います。このね、粗熱取れたっつってもね、その結構ね、その冷たいなぐらいまで冷やした方がいいと思います。そうね、あんまり温かい状態で混ぜ込むとね、あんまりいいことが起きないからね、まあ、ちょっと十分かな、こんぐらいかなっていう感じで、あんまり焦らずに。やっていくというかなって感じですね。粗熱が取れる。あったかいというよりもちょっと冷たくひんやりになってきたかなぐらいまで冷やした方が良いかなと思います。で、ここから何度も言うようですけども、あんまり混ぜすぎないようにして混ぜていきます。で、寒天の方も混ぜないようにしておきましょうか。
ではでは、チョクラ混ぜていきましょう。玉ねぎちょっと多かったかもわからないけれども、そんな美味しさも優しさ以上。愛情という名のスパイスで、今日もハンバーグを美味しく作れ。愛情という名のスパイスがあれば、大体のことはなんとかなる。なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる。ちょっとこうダマになっているところがあるので、そういうのを解消するためにちょっと握っていきましょう。玉ねぎはですね、うまい具合に混ざってくれれば、とりあえず種は完成でございます。いい感じです、いい感じです。やった！種が完成いたしました。こんな感じです。わお、結構な量ですよね。結構な量ですよね、これね。まあ、どんくらいなんだろう、これ。ちょっと測ってみましょうか。まあ、だいたいそのハンバーグって 200g ぐらいで焼けば割といい量なんで、まあ、これがその何だっけかな。1kg までしか表示できないからな。大丈夫かな。試してみましょうか。測り乗せて、オンスイッチ。あ、オフスイッチ押しちゃった。オンスイッチ。で、0g にして、でん。700。700。まあ、大体4個分ですかね。4個分ぐらい作れました。まあ、350g とかのハンバーグがありますけど、結構のサイズですから、200g って結構十分っちゃ十分って感じですよね。そんな感じのハンバーグの量が作れました。やったね。で、ここから、手を洗ったりとか、洗い物したりとかして、ちょっとね、焼く準備をしていきます。で、このね、手の方についたね、このお肉の旨味成分は、このまま流すともったいないので、スプーンとかでね、ちょっとこのこそぎ落とすような感じにして、お肉の方に戻してあげましょう。そうすることで、ちょっとずつ美味しさが増す。で、このちょっとずつのね、この作業がですね、このやっぱりこの愛情という名のスパイスなわけですよ。こういうね、小さな積み重ねをすることによって、ご飯っていうのはね、美味しく出来上がるからね、ちょっとまあ面倒くさいと思うかもしれないですけれども、そんなこと言わずに、ちょっとずつちょっとずつ美味しくなる格好を仕上げてくださいませ。では、このまま冷蔵庫に入れておきます。よいしょ。Yes、冷蔵庫。で、次は洗い物していきましょう。で、洗い物するとき、この手の油を落とすためには、やっぱりそのお湯で洗った方が絶対いいので、ちょっとこう気持ちいい、あったかめのお湯にしてあげて、やってあげましょう。で、ここから、いきなりその手を、ハンドソープの手を洗ってもいいんですけども、その前に一回洗剤とかでね、こうざっくり、油を落としてから、手を洗うと良いかなと思います。それでざっくり落として、もう一回じゃ絶対もうきれいにはしないから、でざっくり落として、ちょっと僕は洗い物をするんで、洗い物ついてみます。手の油も洗うってね、食器を洗いながら手の油も洗い流す、これぞ一石二鳥のダブル洗い物。食器も洗いつつ、手の汚れも洗い流す、お皿の油も洗い流しつつ、そしてフライパンの汚れも洗い流しつつ、洗い物、洗い物、そう、洗い物、こんな感じで作業しながら楽しく洗い物していくわけですね。洗い物楽しいな。とても楽しいな、洗い物。最高な洗い物。もう一生洗い物は嫌だな。一生洗い物はしたくないな。別にそこまで楽しいわけではない。洗い物はそんなに楽しいわけではない。別に嫌いではないけど、そんな楽しいわけではない。こんな感じですね。で、これのキッチン動画で、ね、紹介させていただきました通り、フライパンに関してはこんな感じで比較しておくと。よし。そうすると、わお！手の方も。きれいに洗えたねと思いきや、まだ全然ぬるぬる、洗いましょう。こんな感じでございます。あ、そういえばご飯作る前に手を洗わなきゃダメですね。ちょっと私悪いことをしてしまいました。手を洗わなければダメです、ご飯作る前は。まあ、基本ですよね、衛生的に。で、本当はこんなちょっとね、洗いたくないですしね、金魚落ちないんですけれども、ちょっと面倒くさいんで、ちょっとザーッと割りつけます。おう、スリー OK。で、パパッと。はい、できました。OK です、OK です。で、パン粉。これ結構ね、その足が短いんですよ。なんか割とね、すぐ腐る。開封後は要冷蔵みたいな感じで言うんですけども。で、私はとても横着なんで、パン粉使い終わったら、ちょっと空気を抜き目に密閉をして、このまま冷凍庫の中に突っ込みます。で、割と半永久的に私は使ってしまいます。そんな横着パターンもありますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。冷凍庫に行きます。セイ !OK!で、ちょっとこのマイクスタンドがね、調子悪くなっちゃってね、勝手に落ちるんですよね。ではでは、ここからそのハンバーグの種を形成して焼いていきましょう。焼いていきます。よし、ハンバーグ焼くぜ。
でもし、このまま冷凍するときには、冷凍保存の動画でやりましたけれども、そのラップをしてね、ハンバーグの場合だったら 200g ずつかな、そのぐらいで、冷凍していくと良いかと思います。それではフライパンを置いてガッと火をつけて形成していきます。で、この時にそのまーっと手をつかむと、手でその肉を触っていくと結構、くっついたりとかするんで、油、サラダ油とかをですね、こんな感じで別のところに避けておいて、こういうのをね、手に塗りながらやっていくとくっつかなくてよいかなと思います。ちょっと手に油ってね、せっかく洗ったばっかなんでね、いきなりギトギトな感じですけど、そうするとこのね、お肉がくっつかなくてよいかなと。で、形はもう皆様のお好きです。もう好きな形にしてくださいませ。もうめちゃめちゃでかいハンバーグ作ってもいいですし、めちゃめちゃ分厚いの作ってもいいですし、で、この中にその空気が入っているとうまく形がまとまらないんで、空気を抜いてあげます。こんな動作見たことありますよね、ハンバーグのやつで。左手から、右手から左手にこのバーンと叩きつけるようにやってあげると。で、また同じように左手から右手にバーンと叩きつけるようにやってあげる。で、ある程度その成形をしたならば、ちょっとボウルの中に取っておいて、次のやつを成形していきます。お、いい感じでフライパンが温まってまいりました。で、ちょっから忘れてましたけれども、できれば蓋をしておきたい。ちょっとちっちゃいのは3個ぐらいいきましょうか。ちっちゃいの3個ぐらい。油をつけます。ちっちゃいの3個ぐらいいきます。ほいほい、もうちょっと大きい。ほいほい、こんなもん、こんなもん。OK。いい感じです、いい感じです、いい感じです。よし。ガレッ、やっ。で、油を引きよー、ハンバーグを置きよー。あ、もう一回、もう一回。で、ちょっとね、気持ちね、縮むんで、平たくね、広げてあげるといい感じです。で、真ん中がね、火取りづらくなるんで、真ん中をくぼませるとなおいい感じ。こんな感じですね。で、ちょっと一発、倒します。火を入れます。いや、お肉の手でいろいろ触ってしまった。本当はこれよろしくないです。できればちゃんと洗った状態でやっていきましょう。あまりこれはよろしくないです。真似しちゃダメです。ふいふい。で、このままだと上の方から火が通らないので、蒸し焼きをするためにちょっとお水を入れてあげます。そうするとこの蒸気がね、この中に充満するわけなんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、上の方からの火が通る。そうすることで、このまま入れちゃダメだ、暖房しましょう。蒸気でハンバーグに火が通る。OK、いい感じ。で、あんまりお水入れすぎるとね、そのびしゃびしゃになってしまうので、入れすぎには注意って感じですね。まあ、ちょっと様子を見ながら、で、またお水が少なくなってきたら、またちょっとお水を足してあげて。で、見ていくと、その、ハンバーグの上のところが色変わっているのが分かるかと思います。これがその蒸し焼きの効果なんですよ。もし蓋せずにそのままね、このね、お水も入れずにそのわーっとやっていると、その上の方は全然火通らないから、上の方がピンク色になってしまうんです。けど、見て分かる通り、もうこんな感じでお水入れるだけで上の方からちょっとずつ火が通っているんですよ。これが理想でございます。これがいい状態。これがいい状態。で、ハンバーグに限らずお肉料理全般的にそうなんですけれども、火を通しすぎると肉汁が全部出てしまって、そのスッカスカになってしまいます。なので、火の通しすぎには気をつけたいんですけれども、かといって生焼きは良くないですからね、生焼きに世話しない。その辺のさじ加減は難しいところですが、経験で何とかするところでございます。経験で何とかしましょう。勘です、勘です。で、最終的にソースを作ってたりとかするんですけど、ちょっとそれは後ほど。で、その焼くところまで行こうかなと思います。片方を数分焼くならば、ひっくり返してあげます。お、美味しそう。いい感じ。こんな感じ。こんなんですよ、こんなん。で、ここからまた、ちょっとお水入れていきましょう。ほいほい。ほいほい、いい感じ。ソースを作るときは、一番簡単なのは、とんかつソースとケチャップ。この2つを使うことです。この2つ混ぜて、そのままハンバーグにかければ全然美味しく作れます。本当です、本当です。すげえ、そんなもん、そんなもんです。とんかつソースとケチャップをいちいちで適当にこういう皮とかにそのワーンと入れて、これね、スプーンとかで混ぜて、で、ハンバーグにかければ全然美味しく、作れます。で、ちょっと今日は一手間いってみようかなと思いますので、
まあ、よかったら参考にしていただければと。いいですね、いいですね。だいぶ火が通ってまいりました。で、この辺でちょっくら、いろんなことに使えるテクニック1をちょっと皆様にご紹介させていただこうかと思います。まあ、普通にこうハンバーグ焼いてるじゃないですか。で、この中に火が通ってる方はね、この目視では確認できないんですよ。で、このままだとその、ね、火が通ってるかどうかわからないと。慣れてくれれば、多分今このぐらい火通ってんなって、この勘で調理をすることができるんですけれども、やっぱ勘ってちょっと不安じゃないですか。なので、そんな方のために、こんなテクニックをちょっとご紹介させていただこうかと思います。まず、お箸で真ん中をブスッと刺します。ちょっとこう斜め気味に、ブブブブッと。こんな感じで、穴を開けるわけですね。で、この空いた穴のところからこう、ね、お箸をこうバーッと、ちょっとこうやってみてくださいませ。そうすると、中から肉汁が出てくるんですけども、この肉汁がピンク色だと、まだ中が生です。で、このピンク、肉汁がちゃんとこう透明になっていると火が通っているよという感じになります。ちょっとその辺を一つ目安にしてみてくださいませ。で、すごい究極の焼き加減をやろうとすると、なんだろうな、ちょっとその本当にちょっとだけピンク色の状態にして、その余熱で火を通すというテクニックがあるんですが、その辺は皆様にお任せします。完全にやってみてもいいですし、不安だと思えば。で、ちょっと今回めんどくさいんで、そのままソースを作っていきます。とんかつソースとケチャップをかかっていきます。そしたら白ワイン、白ワインちょろっと火を強めます。で、砂糖を少し、はい、この肉汁を絡めるような感じで競争していきます。肉汁と絡めます。あ、単純にワインが入ってるんでアルコールを飛ばします。で、たまにこんな感じで開いたりしながら、ソースと絡めていきましょう。さっきちょっと穴を開けたときに少しだけ、ピンク色に感じがしたので、こんな感じでソースと絡めながら炒めていけば、多分ちょうどいい具合になるかと思います。ほいほい、こんな感じ、ほい、出た。そしたらお皿に野菜とかを盛り付けておいてあげて、ちょっと今日野菜がないんで、ね、このままいきますけども、野菜がないんでこのままいきますけども、野菜とかを盛り付けてあげて、このままハンバーグを並べてあげると、ほいほいほい、こんな感じです、こんな感じです。で、最後にこのソースを上からわーっとかけてあげれば、ハンバーグステーキの完成。いきました、ハンバーグステーキの完成という感じでございます。トマトぐらい添えますかね。なんか普通にこのままだとさすがに緑がなさすぎるんで、ちょっとぐらい工夫しましょう。ちょっとめんどくさいからいいかなと思ったんですけども、まあ何かしらのこうね、緑と、緑、水洗い、ちょっとだけ緑、そして緑と、赤はちょっとだけあった方がいいですね、赤。赤、緑、黄色、あ、水洗い。赤と緑と黄色が揃うと、すごい彩り豊かで、その美味しく見えるっていうのがあるんですけれども、お肉料理とかってやっぱりその黒かったり茶色かったりとかするんで、どうしてもやっぱこうね、ちょっと地味になってしまうんですよ。なんで、そこにこのね、レタスとか、キャベツとか、あとこういうトマトとかを添えてあげて、この彩り豊かにしてあげると、それだけでね、すごいこの美味しそう感が。ますので、ちょっとこうワンポイントだけでもですね、野菜を入れてあげると良いかなと思います。ちょっと横着しようと思ったけど、やっぱ少しだけそれを後でそのツイッターにもあげなきゃいけないし、こんなみすぼらしいハンバーグを載せるわけもいかない。ちょっとまあ申し訳ない程度ですけども、こんなんすかね、申し訳ない程度で申し訳ないです、こんで申し訳ない、こんな感じでございます。まあ、ちょっといろいろこうベラベラ喋りながらハンバーグの作り方をご紹介させていただきました。どうでしょうか。そんなまあ難しくないので、ね、その気軽にチャレンジしていただければって感じです。どんな感じで作っても大体美味しく仕上がるんで大丈夫です。そんな、ね、失敗してめちゃめちゃまずいってことはないと思うので、よかったら気軽にチャレンジしてみてくださいませ。それでは今回はハンバーグステーキの作り方でございました。また違うところでお会いいたしましょう。最後に粗挽きを振りかけて、はい。では、違うところで出しましょう。じゃあね、はい、作ってみてね。おやすみなさいませ。じゃあねー。